ランディの部屋だったな。さっきまで物を動かすような音が聞こえてきたけど。ん？誰だ？ロイドだけど、ちょっといいかな。ああ、いいぞ。それじゃ。ようこそ俺様の城へ。お前さんの方も荷ほどきは終わったのか。いやどうやらランディはもう結論が出てるみたいだな。ああ、配属を辞退するって話か。まあデスクワークは少なそうだし、気楽そうなのも性に合ってよ。そうか。お前の方はさすがに迷ってるみたいだな。せっかく取った捜査官の資格を無駄にしたくないってところか。それもあるけどね。それ以上に目指している目標から遠ざかっていきそうな気がして。目指している目標？いや、まあ大したことじゃないんだ。そういえばランディはどういう経緯でここに配属されたんだ？俺たちより年上だけど警察学校は出てないんだよな。ああ、その通りだが、俺がここに配属された経緯ね、本当に聞きたい？ああ、差し支えなければだけど。そこまで言うなら仕方ね。実はな、女絡みのトラブルだ。え？いや、前の職場で複数手を出したのがバレてさ、危うくクビになりかけたところをおっさんに拾ってもらったんだよ。これもエイドスのお導きってところかね。ランディの前の職場って？ああ、クロスベル警備隊さ。帝国方面にベルガード門ってあるだろう。あっちの方に詰めていたんだ。警備隊、そういうことか。道理であんなハルバードを自由自在に振り回せるわけだ。まあ国境付近の詰め所あたりじゃ訓練とパトロールくらいしかやることがなかったからな。その点クロスベル市勤務なら歓楽街とかにも行きたい放題だ。まあ気持ちはわかるけど。おっと、気が合うじゃない。いやさ、実は何軒か色っぽい姉ちゃんたちがいる店を見つけているんだよ。正式にお仲間になったら一緒に遊びに繰り出そうぜ。お嬢は硬そうだし、お子様もお呼びじゃないし、男同士の付き合いってやつだ。わかった。ここは確かエリーの部屋だったな。まだ寝てないといいけど。
なたですか？ロイドだけど、今ちょっといいかな？別にいいわよ。鍵は開いてるから入ってきて。それじゃ。結論は出ている。ああ、配属を辞退する話ね。少し迷ったんだけど、ここで頑張ることに決めたわ。そうか。あなたの方はさすがに迷っているみたいね。でも無理もないと思うわ。この特務支援課だけど、正直無理がありすぎるもの。無理がある？話を聞く限り、いろんなしがらみや打算によってできた部署でしょ。まあ普通に考えればそうだよな。でもそこまで分かって、どうしてエリーは残るんだ？何か理由でもあるのか？そうね、いろいろな歪みを観察するには割と良さそうな場所だから。え？なんちゃって。多分私はずっと警察に勤め続けることはないと思うの。そういう意味では、ここが出世コースから外れてもあんまり関係がないから。そうなのか。確かエリーは警察学校には行ってなかったんだよな。どういう経緯で警察に？ありていに言うと社会勉強ね。ちなみに入る時の試験は筆記と射撃だったんだけど、どちらも満点だったから断りきれなかったみたいね。なんか聞けば聞くほど俺の場合とは違うような。あら、あなただって新人で捜査官資格を取ったのは珍しいんじゃないかしら。やっぱり事情があるんでしょ。それはここから先は正式な同僚になってからの方が良さそうね。ああ、そうだな。悪い、気を使わせたみたいだ。いえいえ。でも私個人の意見で言えば、あなたがいてくれた方が嬉しいかな。まあお互い新米だから、まだまだなところもあったけど、今日だって慣れない状況でもリーダーとして頑張ってくれたし、指示も的確だったから私も安心してサポートできたもの。そう言ってくれると助かるよ。ありがとう。話に付き合ってくれて。あとは自分なりに考えてみる。うん、そうね。おやすみなさい、ロイド。おやすみ、エリー。Thank you.
何やってるんだ？どうもロイドさん、見ての通り端末のチェックをしていました。端末って、あ、それのことか。 ZCF のカペルシステムを財団で改良した汎用端末です。警察本部から動力ネットワークを通じて情報を受け取ることが可能です。え、ちょっと待て、いきなり訳が分かんないぞ。はあ、ロイドさんは動力ネットワーク計画について、どこ、動力ネットワーク、雑誌の記事でたまに見るけど、ちゃんと理解はしていないな。確かエプスタイン財団が提唱してるとかなんとか。元はエプスタイン財団とサイス中央工房が共同してスタートさせたプロジェクトです。今では主に財団によって進められていますが、その大規模な試験運用が現在このクロスベル市で進められているんです。まあこれもその一環ですね。よくわからないけど、結局のところどういうことをする計画なんだ？はあ、要するに旧来の通信機を発展させた技術ということです。単に会話のやり取りをするだけでなく、演算能力を持った端末同士を結んで効率的な情報を、分かりやすく言うとそんなところです。全然分かりやすくないんだが、要するに警察内部の連絡や指揮系統を効率化する装置ってところか。まあこの端末については間違いではないです。私の専門ではありませんが、端末の操作くらいはできますし、今後のことを考えると一応チェックしておこうかと。そうか。その様子だとティオは配属を辞退するなんて。え？いや、そもそも
俺がティオくらいの年はまだ遊びたい盛りだったよな。財団から出向したって話したけど、その無理やり働かされてるとかそういうわけじゃないんだよな。ね、まさか本当にそうなのか。どんな事情があってもそんなの我慢したらダメだぞ。その俺でよかったらいくらでも力を貸すから。あの、落ち着いてください。別に強制されて働いているんじゃありません。それどころか今回の出向はむしろ私がわがままを言わせてもらった結果です。え？私は私でここにいる理由がある。つまりはそういうことです。ロイドさんは人の心配をする前に自分の心配をするべきでは。ああそうだな、ティオの言う通りだった。ごめんな、差し出がましいことを言って。いえ、ただあんまりお人よしなのは捜査官としてはどうかと。遊撃士と違って人を疑うこともしなくてはいけない仕事ですよね。痛いところをついてくるな。やっぱり俺って警察学校の訓練で徹底的に自分を鍛えたつもりだったけど、でも確かにそれだけじゃ捜査官は務まらないだろうし。はあ、ティオ？端末のチェックは一通り終わりました。明日動力ケーブルの接続工事があるようなので今日は早めに休みます。そうか、お休み。ゆっくり休んでくれよ。はい、それではおやすみなさい。三人ともちゃんと自分のやるべきことを考えているみたいだな。迷っているのは俺だけか。ダメだ、なんだか煮詰まってきた。少し外に出て風に当たるか。ここから見えるのか。今はもう別の人が入ってるんだよな。セシルネの実家はさすがに残ってるだろうけど。そうだ、おばさんたちにも後で挨拶しておかないと。あれから3年、おじさん家で厄介になった後、警察学校に入ってがむしゃらに勉強と訓練をして捜査官の資格も取ったけど、結局俺は捜査官になって何がしたかったんだ。おーい、君たちは。警察に行ったんだけど兄ちゃんたちはいないって言うじゃんか。それでこの場所を教えてもらったんです。ここが
支援かってところでいいんですよね。ああ、そうだけど。どうしてわざわざ？いやさ、そのちゃんとお礼を言ってなかったと思ってさ。え？お兄さんたちがいなかったら、多分僕たち二人とも大怪我をしてたと思います。だからそのもう一度お礼を言おうって。そっか。二人ともありがとな。こんな時間に訪ねてきてくれて。まあアリオスさんと比べたらかなり頼りなかったけど、警察のおまわりにしたらなかなか見どころあると思うぜ。実力不足はこれから頑張ればいいんじゃね。ちょっとデュウ、お礼を言いに来たのになんだか偉そうだよ。そうだな、これから精進すればいいか。そうだ、二人ともどこら辺に住んでるんだ？よかったら送っていくよ。ああ、平気平気。西通りだからすぐ近くだしさ。僕は住宅街の方だけど平気です。そのお姉さんたちにもよろしく伝えといてください。ああ、伝えておくよ。二人とも気をつけて帰るよ。おう、それじゃあさようなら。俺も単純だな。あんなお礼一つでこんなに気分が晴れるなんて。要は自分自身の気持ちの持ち方次第か。いいかロイド、男だったら目の前のものに体当たりでぶつかってみろ。てめえの心でてめえだけの真実を掴み取ってやるんだよ。そうすりゃてめえが何をしたいか見えてくるはずだ。うん、そう、まずはぶつかってみないと何もわからないか。通信機のベル。はい、もしもし、こちらクロスベル警察特務支援課分室ビルです。ロイド、その声はロイドね。あ、セシルねえか。よかった、警察の方に連絡したらこちらの番号を教えてくれたの。特務支援課だったかしら。そういう部署に配属になったのね。いや、まだ正式じゃないけどさ。それよりもごめん、本当はすぐにでもセシル姉に挨拶しに行きたかった。ううん、気にしないで。私の方こそあなたを駅まで出迎えるべきだったのに。それこそ気にしないでよ。仕事忙しいんだろ。休暇が取れた時でもいいからさ。ロイドが冷たい。せっかく3年ぶりに再会するお姉ちゃんに対してなんてそっけないのかしら。ああもう、なんとか時間を作るからさ。それとおばさんたちには明日にでも挨拶しに行くよ。でも嬉しいな。やった。
さて、返事を聞かせてもらおうか。俺は問題なし。このまま厄介になりますよ。っていうか、俺を警察本部に引っ張ったのはあんたでしょうが。なんなら一課あたりに推薦したっていいんだぞ。連中もお前の戦闘力なら欲しがるかもしれねえしな。うげえ、ごめんこもりますよ。警備隊暮らしならまだしも、ギスギスしたところはちょっとね。ヘリーの方はどうだ。私もこのままこちらでお世話になります。セルギー課長、改めてよろしくお願いします。まあ、お前に関しては俺も予想外。本部のお偉いさんはこの課を安全な雑用係と思って推薦してきたんだろうが、当然そんな甘いもんじゃないのは覚悟してるだろうな。まあ聞くまでもないが。ええ、最初からそういう約束でしたし。それより今日の午後、動力ケーブルの配線工事があるそうです。端末のセッティングは私に任せてもらっても。ああ、元よりそのつもりだ。さてと、そんじゃ残るはお前だけか。ロイド・バニングス、警察学校のカリキュラムを座学訓練ともに優秀な成績で終了。そのまま捜査官試験に挑戦し、見事これに合格した。正直うちには不釣り合いなくらい真っ当すぎる人材だ。お前ならどの課に行ってもそれなりにやっていけるだろう。うちが手放したら引き取りたいって話もいくつか来てるしな。迷う余地はないんじゃねえか。いえ、いろいろ考えた上で、セルギー課長、これからよろしくお願いします。ライダー、なんだよ、つまらんな。もう少し悩みまくるのを期待してたんだよ。今日一日は全員休暇という形にしてやる。地獄のように忙しくなる前の最後の休暇だと思っておけ。ああ、ティオ、端末のセットだけは頼んだぞ。ええ。そういや忘れてたな。改めて、ロイド・バニングス。はい。エリー・マクダイル。はい。ランディ・オルランド。エス。ティオ・フラト。はい。本日、0900をもって、以上4名の配属を承認した。ようこそ特務支援課へ。バラエティ豊かな仕事を山ほど回してやるから。天にまします我らがエイドスよ。御身のもとへ向かう魂のため、天の門を開きたまわらんこと。信じられないぜ。あの元気の塊みたいだったやつが、可愛い恋人もいてそろそろ結婚かと思ってたのに、どうしてこんなことに。
ロイド。無理したらダメよ。あまり寝ていないでしょ。セシル姉子さん、いろいろ手伝ってもらってごめん。本当なら俺が一人で片付けなきゃいけなかったのに。水臭いことを言わないで。家族同然の付き合いじゃん。それにガイさんのことは。セシルね、ごめんね。一番辛いのはロイドなのに。これから大変だと思うけど、遠慮なく頼ってちょうだいね。あなたが独り立ちするまでちゃんと見守らせてもらうから。我ながらガキだったんだな。素直に頼ればよかったのに。変な意地を張ったりして。兄貴、ただいま。今まで顔を見せなくてごめん。少し意地を張ってたみたいだ。でも俺帰ってきたから。兄貴と同じ捜査官としてクロスベルに戻ってきたから。一人前には程遠いし、なんか変な部署に配属されちゃったけど、ま、なんとか頑張るから。せいぜい見守っててくれよな。さて、改めて今日から初仕事というわけだが、ま、何はともあれ改めて説明を補足しておこう。ロイド、捜査手帳を出せ。な、警察門が入った黒手帳か。なんだかそれっぽい感じだよな。確か警察官としての身分証明にもなるんですよね。ああ、その他にもいろんな注意や説明事項をまとめている。戦術オーブメントの説明なんかも載ってるから参考にするといい。だがこいつの最大の目的は捜査状況の記録と確認にある。捜査状況？ロイド、説明しろ。な、はい。警察学校で習ったところだな。警察の規則ではどんな捜査任務にも記録をつけることになっているんだ。捜査任務を受けてからそれを進めている間の状況をこの捜査手帳にメモしていく。それをもとに報告が行われるし、勤務査定や特別手当も決定する。だからなるべく細かく簡潔にメモする必要があるってわけさ。なるほど、合理的ね。うげ、結構めんどくさそうだな。基本はそんなところだ。しかしこの特務支援課ではちょいと状況が違ってくる。正規の捜査任務以外にも支援要請ってのがあるからな。ティオ、用意を頼む。はい、皆さんこちらへ。しました。基本常時起動したままでログオンするとこの画面になります。なんか文字が出てきたな。ここにその支援要請が。ああ、正規の任務以外の各方面からの依頼が届けられる。市民や観光客からの頼み事、クロスベル市からの協力要請など様々な依頼が考えられ、必ずしもやる必要はないが、放っておけば遊撃士あたりに片付けられてしまう内容ではある。
なるほどな。遊撃士協会への高い評価を少しでもこちらに持ってくる、つまりそういうことですね。ま、ビビたるもんだろうがな。それ以外にも本部が忙しい時に手伝いに借り出されることもあるだろう。市内の巡回パトロールとか、どうでもいいデスクワークとかな。マジかよ。ま、それはともかく、もう支援要請はこの端末に来ているんですか？おっと、そいつは自分で確認してみろ。確認した支援要請は操作手帳にメモしておけよ。了解です。なんだ、どっちかというと業務連絡の類みてえだな。とりあえず警察本部に行っていろいろ説明を受ければいいのか。ああ、そうみたいだ。でも動力ネットワークか。通信機と違って声以外に画像や文字情報も送れるのね。話には聞いていたけど、確かにいろいろ応用できそうかも。ええ、現在クロスベルでは様々な試験運用が行われています。警察に導入されたこのシステムもその一環ですね。ま、ギルドでも同じ技術を試験的に導入したって話だが、概要はそんなところだ。早速お前たちにはそこに来ている支援要請を達成してきてもらおうか。了解しました。その後は何をすればいいんでしょうか。好きにしろと言いたいところだが、本部での説明の後正式な支援要請が何件か入ってくるはずだ。そうだな、最初だし本部への手前もあるから一つくらいはこなしておけ。そうすりゃそこまで嫌味を言われることはねえだろう。そういう問題なのか。するとロイド、ついでに町案内でもしてやれ。町案内ですか？これから自分たちが守る町がどういった場所なのか一通りその目で確かめてこい。そうそう、出てすぐのところにある武器紹介とオーバルストアだけは訪ねておけよ。警察官としてやっていくなら今後とも世話になるはずだ。なるほど。俺は大抵そこの部屋にいるが、昼寝やら雑誌を読むので忙しい。あんまり当てにしないで、なるべく自分たちで解決しろ。そんじゃあな。ちょっとおいおい、先行き不安ですね。まあとにかく俺一通り市内を回りながら支援要請を片付けよう。最初だから焦っても仕方ない。確実にやって感情を了解です。そんじゃま行き。
Thank you.
再来を達成したらよろしくお願い。Thank you.
Thank you.
行くぜ。行くぞ。
せろ。よし。
とっとと終わらせるぞ。私の番ね。さてと、えい。お、行くぞ。やっでや。俺の番だな。ちょろいぜ。よっしゃ、畳みかけるぞ。やりました。今だわ。みんな、行くわよ。オッケーです。はい、さあ、了解。はい、ここです。はい、さあ、先を急ぎましょう。始めましょう。はい、そう。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。オッケーです。いや、これが俺たちの力だ。来やがれ。任せてくれ。えいっでや。任せろ。ああ私の番ね。よかった。私の番ね。おっしゃ、エニグマ駆動。よし、やっは、行きます。さてと、エニグマ
駆動。行くぜ。データ収集終了しました。バックを取られた。気をつけろ。了解です。お返しよ。俺の番だな。やっやっ。私の番ね。私の番です。そこです。おっしゃ。ふん。行くぞ。やっは。さて、そこ。はい、そこです。敵集団撃破しました。とっとと終わらせるぞ。俺の番だな。任せてくれ。セット。よし、もう大丈夫だ。よっしゃ、畳みかけるぞ。よし、よっ、やっ。私の番ね。行きます。行くぜ。まあ、こんなもんかね。えい、任せてくれ。やっと。さて、そこ。はい、そこです。データ収集終了しました。はい、ガンナーモード。
光焦りました。私の番です。そこです。俺の番だな。任せろ。さてと、エニグマ駆動。やっ。はい。エニグマ駆動。行くぜ。私の番ね。それ。すまない。みんな。ほら。
任せろ。任せてくれ。えいりゃ。や。敵集団との戦闘を開始。セット。任せて。そこ。行きます。任せろ。ふん。ちょろいぜ。もらったぜ。任せてくれ。俺の番だな。エニグマクロThank you.
私の番です。そこです。俺の番だな。セイパー。さて、そこ。さあ、先を急ぎましょう。戦闘を開始。あ、よし、エニグマ駆動。おっしゃ、私の番だ。よし、セッティア。まだまだいける。収集を開始します。私の番。そこ。お返しよ。行くぞ。えいっ。まだまだいける。俺の番だな。
強そうね。みんな気をつけて。よし、エニグマ駆動。私の番ね。エニグマ駆動。さてと、ドライブ開始。任せろ。支援課ロイド・バニングスです。うん、俺だ。調子の方はどうだ？セルギー課長、ちょうど今手配されていた魔人。順調で結構。今はどこにいる？ジオフロントを出たところですが。うん、まあそんなに遠いわけじゃない。え、お前たちに緊急の捜査任務を与える。支援要請は後回しでいいから最優先で対応してくれ。
了解です。それで一体何を操作すれば。南東エリアにある旧市街、急いでそちらへ向かい、住民から警察に連絡があった。厄介な二組の不良集団が喧嘩を始めようとした。え、後腐れがないように止めてこい。以上だ。待って、喧嘩を止めろって、それって捜査任務じゃん。ってもう切れてるし。課長から、一体何だったの。この調子だとろくでもない話っぽそう。いや、それがさ、旧市街の不良集団、さっき旧市街でそんなの見かけたか。データベースによると、確かサーベルバイパーとテスタメンツという2チームが旧市街で徒党を組んでるらしいです。喧嘩などは日常茶飯事だとか。俺が町を離れていた間にそんな連中が出てきてたのか。まあいい、とにかく急いで旧市街に行ってみよう。小競り合いが始まる前になんとか止める必要がありそうだ。ええ、そうね。そんじゃ、とっとと旧市街に向かうとするかね。お疲れ様でした。あれは、おお、一触即発みたいだな。おうおう、青坊主ども、あんまり調子こいてるとマジでぶち殺すぞ。とっきにネタ上がってたよ、てめえらクソギター真似したってよ。これだから軽能な連中、君たちごときチンピラに卑怯な真似をするまでもない。
そちらこそよくも仲間を病院送りにしてくれたな。目には目を、歯には歯を。上等だよこの青坊主ども。バルゴさんが出るまでもね。こちらこそワジの手を煩わせるまでもない。ソイン、聖戦の準備。バイパーどもを殲滅する。待った。なんだ、見かけないか。双方喧嘩を中止してくれ。ここは公共の広場だ。他の住民が迷惑している。はぁ、なんだお前、いきなり現れて口出しよう。まあ普通そうだわな。どうするの。はぁ、クロスベル警察、特務支援課の者だ。付近住民の要請により君たちの喧嘩を止めに来た。はぁ、警察だ。ふかしこいてんじゃねえぞ。ほとんど警官も寄りつかないのに、そんなわけがある。まったく、つくならもっとマシな嘘をつきたまえ。君たちがしている喧嘩は他の住民にとって迷惑なんだ。そんなに喧嘩がしたけりゃ町の外でやってきたらどうだ。いい運動になるだろうぜ。上等だ。この旧市街で俺たちにそんな口が聞けるとはな。ここにはここのルールがある。興味本位で口を出すつもり、痛い目にあってダメだな、これは。結局こうなるわけですか。仕方ないわね。なんだなんだ、よく見たら可愛い子ちゃんたちと一緒かよ。彼女にかっこいいとこを見せてやろうってつもりか。なあなあ、そんなベンチ掘って俺たちとデートでもしね。アホだな君たちは。ナンパなんかしてる場合か。じゃ、邪魔者を追っ払ったら改めて戦闘開始する。いいな、赤マムシども。ああ、上等だよ。そんじゃサクッとボコボコにすっかな。はっ、もらったぜ。俺の番だな。やっと俺の番だな。私の番です。そこです。よし。さて。キャリー、シュート。任せろ。こいつら、
ただの素人じゃない。女どもはただの連れかと思ったが、あの杖は何だ。ビリビリきたぞ。すがやっぱゆずけきじゃねえか。いや、だからさっきから警察、うん、よっぽど信用ないのね。上等だ。こうなったら全員でぶちのめしてやる。我々も遅れを取るな。たとえ相手が遊撃士でもテスタメンツの誇りを見せろ。おいおい、何やってやがる。その辺にしときなよ。バルドさん。マジ来てたのか。もしかして両チームのヘッドのお出ましのようだな。人が昼寝をしてる間に楽しそうなことをしてるじゃねえか。なあお前ら、こいつは一体どういうつもりだ。お仕置きをしようとしたら、この変な連中がですね。タコが先走るなって言ったろうが。てめえら前座がシャシャリ出て俺様の顔を潰すつもりかよ。めっそうもない。バルドさんの顔を潰すなんて、そんなことは。君たちも一体どういうつもりかな。僕の言ったことが聞けないっていうわけ。だがマジ、こいつらが絡んでくるからつい。言い訳はいい。俺たちはワジの手足、余計な気を回す必要はない。わかった。猛省する。ま、分かってくれればそれでいいけどね。相変わらず気色の悪い連中だぜ。別に僕がその格好を強制してるわけじゃないけどね。そっちの方こそ手下に当たり散らしてばかりだと、お山の大将が知れるってもんだよ。なんだ。どういう関係なのかしら。まあそれはともかく、君たち警察の人って本当？とてもそうは見えないけど。そこそこやりそうだがな。
そりゃどうも。あんたほどじゃないけどな。まあそっちの姉ちゃんたちはとても警察には見えねえけどな。それはどうも。新人だけど一応全員警察の人間だ。特務支援課、発足されたばかりの新部署に所属している。へえ、今日出たクロスベルタイムズに乗っていたあれか。クロスベルタイムズに乗っていたって。まさか子供たちを助けた時の。なんだこいつら、何かやったのか。ああ、ギルドのカマセイヌとして大活躍だったみたいだよ。いや、ごめんごめん、一応少しは役だったんだっけ。グッグッいじめるのはこのくらいにしておいて。僕はワジヘミスフィア。一応テスタメンツのヘッドをしてるみたいだよ。なぜ疑問形を使う。だって君の方がいかにもヘッドじゃないか。ハゲ頭だけにヘッドが光ってるしね。ザレ事はそこまでだ。バルド、バルド・バレスだ。サーベル・バイパーのヘッドをやってる。ワジにバルドか。改めてクロスベル警察特務支援課のロイド・バニングスだ。二人ともどうやらこれ以上ことを構えるつもりはなさそうだし、ここは任せてもいいのかな。何がおかしい。いやいや、おめでたいなと思ってさ。ことを構えるつもりがない。何寝ぼけたことを言ってんだ。何、この場で手を引くのは単に準備が済んでないから。準備が終わり次第徹底的にやり合うつもりだよ。それも今までみたいなせこい小競り合いじゃねえ。どちらが生き残るかお互い潰し合うつもりでだ。おいおい、殺し合いでもするつもりかよ。そうなっても不思議じゃねえだろうな。まあどちらが地平道を吐くかは分かりきってるけどよ。言ってなよ。行くぞてめえら。おっ。こちらも引き上げるよ。了解だ。でも課長からの任務は一応終えた形にはなりますし、これ以上は任務外なのでは。いや、それじゃあ本当の意味で任務を終わらせたことにここで放置したら、警察に対する市民の信頼はいつまでも回復できないだろう。
確かに。そうね、知ってしまった以上は何とかして止めるべきだわ。でもよ、そいつは結構難しいんじゃない。お互い仲良くしろなんて聞くような連中じゃないだろう。そうだな。本部に状況を報告して旧市街の巡回強化を提案。あの数が衝突したら俺たちだけでなんとかなるとは。確かに警官隊の巡回なら抑止力はあるかもしれないね。そう、うまくいくかね。データベースによればここ最近旧市街での巡回が大幅に減らされているようです。予算の削減は名目らしいですが。そうなのか。くっそ、完全に放置することに決めたって感じだな。そうなると提案するだけ無駄かもしれないわね。待てよ、そういえばどうしてあの2チームは潰し合うつもりなんだ。どうしてって。そりゃあ縄張り争いだの意地の張り合いってやつだろ。いや、それだけじゃ普通本気の潰し合いにはならない。どうして念入りに準備してまで徹底的に潰し合う必要がある。驚きました。ええ、私も。なるほどね。なんだよ、そんなに変なこと言ったかな。さすが捜査官の資格を持っているだけはあるな。いいとこついてると思うぜ。見たところペット同士がそこまで険悪な関係って雰囲気でもなかったしな。多分理由があるのではないかと。当事者以外は知らない。本気で争うだけの理由が。ああ、まさに俺もそう思って。だったらやるべきことは一つだろ。だな。サーベルバイパーのテスタメント、まずはどちらに話を聞きに行くべきかしら。